ラウール、スノーマン、主演映画の撮影で、長身を生かしたダイナミックなアクションが炸裂かますぞ。ラウール、スノーマン、主演映画、赤羽骨子のボディガード、劇場用幕開映像&クランクインコメント映像公開。ラウール、スノーマンが主演する映画、赤羽骨子のボディガードが、8月2日に全国公開。この度、本作から幕開映像とクランクインコメント映像が解禁された。とある事情で命を狙われることになった赤羽骨子、赤羽骨子。大好きな彼女のために、ボディガードとなった伊吹荒国に与えられたミッションは、彼女にバレることなく守ること。果たしてミッションを無事にクリアすることはできるのか。スノーマンのメンバーとしてだけでなく、ソロでも大活躍中のラウールが、金髪&白い制服姿のヤンキー不良高校生を熱演。撮影1ヶ月ほど前からアクション練習を重ね、ボディガード役に挑んだ。先日、映画化情報が解禁されると、ヤフーリアルタイム検索1位を獲得。X のトレンドでは関連ワードが占領し、ラウールがヤンキー役。めちゃくちゃかっこいい絶対ハマり役。原作ファンとしてもスノーマンファンとしてもあまりにも嬉しすぎる。こんな奇跡のコラボあるのか。コッシちゃん役が誰か気になる。共演者の発表まだかな。といった熱狂的なコメントが寄せられ、今後明らかとなるキャスト陣にも早くも注目が集まっている。